はい、おはようございますって言うと、まだもう2時なんですけども、仕立屋元グローブ秘密基地バージョンでございます。先日ですね、ちょっとプチカスタムをしまして、ライト、リムとね、フロントとかで、レジエーター、サイドカバーかな、何やったかな、そこを黒くして、ね、で、ここのサイドをブロンズにしたんですけども、今日はですね、このウインカーも変えたんですよ。このウインカーが、ね、干渉しているので、これをですね、解消するためにですね、ちょっとまたナップスへ行ってみたいと思います。行きましょう。よいしょ。今日はガソリンも入れてきましたんでね、よいしょ。暑いな。温度何度になってるの今日。バイクのね、温度でね、32度になっております。これは覆ってるかどうか分かりませんが、行ってみたいと思います。今日はね、会社の近くのグリーン道路からスタートですよ、城東区中浜でございます。今日はね、非常に暑いです。あ、ウーバーイーツや、あのウーバーイーツって書いたカバンって今流行ってるらしいですね。うちのね、新生会のですね、勝部さんのですね、あれを 4,5 千円で買ってですね、道着を入れて、練習に来ております。大量に物入りますんでね、あれね、ウーバーイーツ、あんなアマゾンで売ってるんですね、カバンがね。まあプチカスタムですね。ウインカーがに手間取っておりましてですね、まあウインカーもね、スタムの楽しみということでね、やってまいりたいと思います。非常に、見えますかねこれ、光っております。やっぱりね、こう Z900RS って乗ってる方がやっぱり多いんで、僕はちょっと僕のはここ変わってますよっていうね、それだけのことでやっております。しかし暑い、でもね、やっぱりね、もともとついてる純正ってようできてますわ。まあ、それにあれしてパーツ作ってますもんね。やっぱりね、それはね、撮ってみて初めて分かりましたね。でもね、こうやって一回自分でね、こうああだこうだ言うてたらね、なんとなくこの構造が分かってくるんで、面白いなと思います。これ自分でいじるってね、非常に面倒くさいんですけど、まあやった後はね、やってよかったなと思いますよ、多分ね。まあ、ちょっと傷つけたりしたら、ああやらんかったよかったと思う部分もあると思いますけどね。でも、それも思い出になりますんで、今日は非常に暑くていい天気でございます。皆さんはバイク買われたらあれですか、乗っておられる方がもう業者に任せるんですか、もうあのこういうナップスさんとかに。それもね、手やと思うんですよ。なんですかね、まあ、コーチンがいるんですけど、その分プロがやってくれるんで、非常にこう綺麗に仕上がると思いますよ。僕はね、あの動画のネタにもなりますし、それで一応やってるんですけどね。今度はね、このブレーキと、クラッチ、クラッチとブレーキか、のあれを変えてもいいなと思ってね、色をね、なんかもともとこう
純正で十分なんですけどね、なんかこうちょっといじるのもなんか楽しいですね。ああだこうだ言いながら、ああやこうや言いながらね、まあまあもう一覧方はね絶対バランスはいいんでしょうけどね、まあそう言うてるうちに今度またね、マフラーに興味を示してくるかもしれませんしね、今日はナップスで、そうやな、一応アマゾンで、ナンバープレートステイ、っていうのを買うて、まあ、ナンバープレートにそのステイを入れて、そこの横にカラーウインカーを出そうと思ってるんですよ。でそれで、そこでナンバープレートが、プレートが入るんで、もう一枚そのボルトを、サイズを長さを上げてちょっと長いもんにして、何するを持ってたかな、あとそうか、あとコードが、水が入らないように、チューブみたいなのがあればええなと思って、それを買いに行こうかなと思ってます。そのプレートがね、まあ、上につけてもよかったんですけど、元の位置のところを延長してもよかったんですけど、なんかプレートが23センチってナンバープレートのサイズのやつなんで、上につけたらやっぱビョコって飛び出しすぎるのかなと思って、とりあえずそのナンバープレートにつけてみたのかなと思ってます。まあマスク作りもちょっと、あここ角屋、角屋ね、いつも紹介してる、小倉さん大好き角屋ですね、あれゼファーかな、国産車も並んでますね、角屋レーシングスポーツ&はぁ、角屋ね、結構バイク入ってますねお客さんね。お、ここはね美味しいケーキ屋さんですよ、中いっぱい人入ってますね。やっぱりもうやっぱりね、解除された時点で、皆さん普通に、買い物されてるんじゃないですかね。何だっけ、あそこですか、ナンバープレートのビスとのロングの方と、チューブ買いに行くんや、忘れてまうからね、チューブね、あのコードのなんか防水用のチューブがあればええなと思ってるんですけどね。今日はね、兵道のいつものジャケットを着てますけど、走らんと暑いですね、やっぱりこういうジャケットって、フルメッシュやったらよかったんですけどね、これ部分的メッシュなんでね、おお、バイクやバイク、すごいな、あれこれ何のバイクなの、ハーレーなんかな、すげえな、アメリカン族やな、めちゃめちゃ改造してんな、ハンヘルでね、僕はねフルフェイスですよ、このクソ厚いの、でもこの、アライの XD っていうヘルメットは、すごい風通しがいい、あのなんていうの、なんていうのこれ、エアーなんとか、こう穴がいっぱい開いてますんで、別に濡れないですね。逆にああいうこうちょっとなんですかね、あの、ジェットタイプの、あのアメリカンが乗るようなやつあるじゃないですか、ああいうやつはその穴がついてないんで濡れますよね頭が、これはね、あの濡れにくいんですよね、風が中に通りますんで。あ、情熱のホルモンって書いてんかいな、これ俺パッと見情熱のホリエモンって書いてんのかな思った、俺なんでホリエモンが店出してんのかな思った。あ、かっこいいですね、ああいうオフ車も乗ってみたいんですけどね、オフ車乗ってる人ってなんかすごいこうなんかアウトドアっぽくていいじゃないですか、こうなんかこうね、いいな、バリ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 バ
福知庵ラーメン、ね、ものづくりカレッジ一時停止、右左確認、田んぼのおっちゃん確認、でここがまっすぐ行ってもコーナーなんで、これを右に曲がるんですよ。まあ、コーナーの一角に、ナップスがあるというね、今日は、あ、今日も少なくない、少なくない、ガードマン仕事してるかお前。多い多いナップス、あ、多いな、あ、Z、タイガーカラーありますね、かっこいいですね、タイガーカラー、いや、渋々やん、ということでですね、ここ入れようか、トトトトト、はい、ナップスにやってまいりました。ということで、私、一回切りたいと思います。タイガーカラーを見たいんでね。じゃあね。よいしょ。ということで、ナップスでね、とりあえずですね、チューブとですね、ボルトを買ってきました。ポイントがね、何本かあったんでね、まあ1000円ぐらいですね、払ったのは。熱い、あ、そうか、こここうなんか、あ、レンチ買うてったらよかったな、あ、レンチ買うていこう、いやでもいいわ、あるもんでやろう、あ、一つ一つね、お兄さんに聞いたら丁寧に教えてくれましたね、ナップスは、ボルトのこれのちょっと長いのちょうだいって言ったら探してくれましたね。あー暑い、しかし暑い、今の温度は31度です、結構ね、あのカップルでタンデムで来ておられる方結構いますね。うちの嫁さんも乗ってくれたんやねんけどな、後ろ絶対嫌がるからね、でもなんでやろう、なんやろう、タンデムに乗っておられるカップルの彼女の方は、何人かいたんですけど、みんな T シャツがピチピチやったっすね、やってまおうか、もうなんかまたやんのめんどくさなったらあかんかな、いかんかんならさんでもええのにな、みんなねポン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 言うの好きですからね、今はね原付きの人もみんなね、マスクを着用してるんでみんな暴走族に見えてしまいますよね。半ヘルでこうマスクつけてたら、非常に暴走族なの、なんかああいうこうナップスとか見たらこういろんな人のバイクがカスタムされてるの見たらね、ああかっこいいなって思いますね。どこ行ってんのやろ今、高野山の竜神スカイラインかな。まだね7月になんか組長がね、大阪に来るようなんで、和歌山のね竜神スカイラインかなんかいうところにね、みんなで行こうってなってるんですけど、7月の24、5日ぐらいかな、
もし皆さんね、一緒に参加したいっていうことはね、コメントに入れておいていただいたら、細かくねお教えしたいと思いますね。まあ、愛知の方らも誘ってるんですけどね、やっぱり仕事で、来れないという方も、おるんで、またねちょっと僕編集を覚えようと思ってるんですよ、ね、あのプレミアっていうのを覚えてですね、ちょっとまあ時間があればこの秘密基地はですね無編集でやっておりますが、編集も入れたやつを徐々にやっていってもいいかなと思いながらですね、ぐーんということで、そろそろ動画終わりましょうかね。まああまり面白くなかった、ただあのナプスへ行った道中の動画でしたが、申し訳ございません、秘密基地のバイク動画はこんなもんです、ということで、今からは会社に帰ってね、ウインカーの移設をして終わりたいと、まあそれは動画撮らないんですけど、帰りたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。